今僕たちは代官山、代官山に来ています。代官山といえばまあおしゃれなお店ですよね。そういうのは結構多い町なんですけども、今回はその中でもちょっと異例の仕事なんですけども、岩盤浴の仕事がやってきました。でこのお店、食べ物と飲み物、アルコールが全部無料で食べ放題をやっていたんですけど、これがね、今回終了しちゃうってことだったので、その最終日に今日は呼んでもらったので、せっかくなので、いろんなものを食べていきたいと思っております。今代官山駅から歩いてきて、だいたいまあ5分、6分ぐらいだったので、結構駅からは近いのでさって来れるんじゃねえかなと思ってます。ちなみにその手に持ってるやつは何なんですか？あ、これですか？これなんとそんな PR ぶち込んでいいですか？このチャイニーズまあ緑茶なんですけど、これね、そのお店で扱ってる緑茶で、この中にちょっと特殊な粉末が入ってて、でなんかね、牡蠣の殻とかを使ったドリンクなんですよ。緑茶ベースなんだけどね。でこれを飲むことでなんか便通が良くなったりとか、まあいろいろなんか病気があった時とかにいいらしいよって話を聞いてるんで、健康になった気がするこんな感じはずっと爆走しながらね、あの 4,5 分頑張って今話を皆さんにお届けしているんですけども、そう、もうそろそろ到着します。あったあった、ここだね。コンドリプラスっていうお店らしいです。今日はね、サムネを見てくれたみんなだったらもう知ってると思うんだけども、僕一人だけじゃないのでね、愉快な仲間たちをちょっと紹介したいと思います。じゃあ中に入りましょう。はい、というわけで改めてね、愉快な仲間たちを紹介したいと思います。せーの、はい、ほいちょっと、はい、何ですか今回。え、いいでしょ、YouTuber っぽくて。今のぽいけど今、君がドスんでるの、我々後ろで待って、こうやって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 ドスんでやってんなよお決まりのやつを。いや、もうなんか、せっかくね、今回、まあ、仕事をね、もらったんですけど、まあ一人でやるのもちょっとあれやなと思ったんでね、もう何回かコラボしてるね、はい、あ、皆さんと今回はちょっとね、大ゲームするんだけど、ちょっとゆっくり話をする機会を作ってもいいのかなと思って、今回はお声掛けさせてもらいました。お、はい、最近なんかあれだね、 YouTuber 外の仕事が多いね、僕ね。うん、まあ、確かに職よりもプロデューサーっすか。うん、素敵だね。でもそれ力あるからね。いや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 、プロデュースしてほしい。自己プロデュース下手くそやからさ、ドルチェにしてほしい。ほんとしてほしい。下手くそなの？下手くそです。多分ここで話盛り上がりすぎると後で話す 話ねえだろうって。プロデュースは多分これ怒るから。じゃあちょっとサウナでその辺また、はい、ゆっくり話をしましょう。行きましょう。イエーイ、じゃあレッツゴーでここで男子用と女性用ね、僕どっち行けばいいですか？いや、男子でお願いします中はこんな感じになってて、ロッカーもしっかりあるし、でちゃんと髪を乾かして、で奥行きのシャワー室があるから、じゃあとりあえず着替えて向かいたいと思います。じゃあそういうことでね、全員とりあえず着替えも終わったので、ここにあ、ヨガ、ヨガ浴、ヨガ浴か、すごい、ヨガ浴じゃない、ヨガ浴だね。みんなで早速やっていきたいと思います。はい、こういう感じなんだ。あ、こういう感じの感じ。すごくなんかさ、サウナとさ違って息苦しくなくてさ、呼吸しやすいね。呼吸しやすい、しやすい、うん、もう全然ゆっくりできるよ。気持ちいい、すごい。で、この溶岩スタジオっていうのが広さ自体がかなり広くて、でめっちゃ広い、めっちゃ広いよね。そう、これね、都内でも結構トップクラスの広さらしくて。そうなんや。ちょっとね、やらしい話なんやけど、大体あの、ここ作るのに5000万以上。5000万くれ。くれじゃないんだよ。この下にある、これね、これ自体が、富士山の溶岩をダイヤモンドカッターとかで削り出したやつを使用していて、でその下にいろんなこう成分のいいものをバーって入れて、でその下からこうお湯を循環させて、湯気を出してみんなで温まろうみたいな、そういう場所みたいです。
すごい、素晴らしい。マックスさん、ね、そうやもん、この絶命中に。もうね、四重すぎね。この環境はもう最高すぎるでしょ。なんかじわーっとくるね。わ、なんかこれストレス発散になりそうだな、マジで。ストレス解消になりそう。え、これって何？今日はさ、ほら、男性女性いるけどさ、普段どういう感じなの？普段両方とも OK で。お、マジで？へ、うん、なんか、じゃあ家族とかカップルとかで来てもめっちゃいいね。全然いい、全然いい。え、カップルって言うけどさ、うん、彼氏いるの？おりません、いません。募集俺そういうとこすごく興味あるんだよ。募集中だって。で、その薄い顔と濃い顔めっちゃ濃い顔が見える。え、そうなの？え、私、中華顔がいいの。何何薄いと濃いの間、濃すぎるとちょっとさ、確かに外国っぽいの。バルケージみたいなの。うわ、そういうの。あ、じゃあすごい、すごい。あやかる。大食い会に、じゃあ一番タイプが欲しい。大食い会歴代でね。歴代でね。顔面性格濃いね。顔面お会いしたけどさ、え、私山本さん。あ、山本さん。でも、もうあの中身含めると私もずっとマックスさん。おぉ、暑いね。本当に、多分他の人に言ったら分かると思うんですけど、腰振るな、お前すいません。自己肯定感上げてくれるじゃないですか。確かに、ね、俺自己肯定感上げてくれる。あ、それでいいんだよって、うん、そのままでいいんだよって。一緒におったら、本当いい自分を支払わないからいいな。そう、あ、そういうのあるんだ、うん、いいな。モテるじゃん。でも私、話し合いするのはマジでどうした、ずっと。ほんま、人見知りで普通だと誰かと会ったら、うん、あ、何話すよ、話すことないやってなるけど、ドラちゃんとかの時は一切ないから、そうそう、気を失ってる感じで、会うの楽しいし。あ、本当？そう、めっちゃ嬉しい。多分ね、こいつ、やっぱ優しいじゃん、実際。優しくない。多分ね、そういうの多分、すげえ気使ってるんだと思う。周りの人に、誰彼とかじゃなく。でもそういうのが多分ね、受けてる人によっては、なんか優しいなって。逆に言ったらマックスもその辺ナチュラルボーダーもね。俺よくも悪くもね、本当にあれなのよ、なんか偽らないというか。うん、でも言うだけでめっちゃ太陽じゃないですか。太陽、周りが明るくない。やっぱ太陽なのって。なんかこの距離でこういうこと言われると何て言っていいか分かんないな。てか結構汗かいてないじゃん。そう、え、すごいよ、見てほしい、腕やばいの、過去やばい。これは年の差だよ、年。すごいよ、カラッカラやん。一番やばい。これがすげー書いてる。ほら、年の差。まあちょっとじわってるぐらい。これやっぱ代謝の差ですよね。多分僕が一番汗かいてます。そうです。本当もうなんか。出るのやめてくださいよ。本当申し訳ないなと思って、そんな汗の話してて。一応やろ。二人は酒飲むの？最近全然飲まない。なんか元から動画で飲むみたいな感じだったので。でも、節制してるわけでもなく、別に飲んでいいよって言われたら、全然飲みます。お酒って強い？そう、あ、でもビールはね、今何飲め、美味しいって感じやん。感じる？僕はね、ビールアレルギーだから飲めない。アレルギーな？何件見てるけど。ビールアレルギーとかあるの？世の中に。無理？ホップかな、多分。ああ。そう。で、飲むとすごい、あーってなっちゃうから、まあ、意外だったら全然。ウイスキーとか、そっちの方がすごい、ワインとかウォッカとかテキーラとか、そっちの方が僕はまだ飲みやすいから。テキーラとかですね、かっこすぎる。マックスさんはどうですか、ね、飲みますか？いや、飲まない。うーん、ね、なんか、子供ができて、うん、例えばなんか今5歳、4歳、1歳、ね、ちっちゃいな、ちっちゃい時に何かあったらすぐ車に乗っけて病院に行けるようにみたいなのがあって、あ、飲まないのがずっと続いてる感じ。次の子、次の子、で、次の子、ちょっともうついてきたかなと思った、次の子。じゃあ、お子さん生まれる前は結構飲んでたんですか？仕事、なんか雇われてんじゃん、さ、キャバ。でも仕事から飲んでたっていう感じだった。けど、オフで飲むかって言われたら、別に一人で飲まない。でも、全然寝れるから、近くで飲まないタイプだと思うし、基本的に強くないから、あんまりお酒飲んでも楽しいって感じにならない。そうね、仕事の延長線上のイメージになっちゃうよね。私もなんか頭痛いとか眠いとか、すぐ顔が痛いのイメージ。おいしい、めっちゃおいしいこれ。まあ、そう、さっきね、オープニングで説明したお茶、今回みんなね、持ってきてもらってるから、飲むだけで代謝も上がるし、そう、なんかいろいろ、なんかいろんな病気の改善の期待ができるらしいから、
マックス飲めた方がいいんじゃない。俺の動画で1ミリもこの説明しないけど。あ、なんか、あ、え、なんだそれ。なんか来たよ。うわ、来た。なんだろう、あ、かき氷。うわ、え、中に食べれるの。いや、本当はダメなんだけど、今回貸し切りさせてもらってるから特別に。わ、すごい、ありがとうございます。食べたいのかな。何決まってる。人生で決まってる。あー、多分一緒だから、やっぱじゃんけんした方がいい。最初はじゃんけんの、はい、こうでしょ。負けたけど、ドゥン、シュン、最初はグー、じゃんけんのボレ、はい、こうでしょ。イエーイ。先ほどいい、水色。うわー、シンピューなのっちだわ。いい、取りなさい、取りなさい。あれ、うんと、これはマンゴーかな、ね、やった。あ、レモンがいいよ。やった。やった。レモン食べていいの。あ、いいよ。いただきます。いただきます。うん、カシピラとこういうのができるの。うん、うっしゃ、うまっ。おいしい。うまっ。汗かきながら食べるのめっちゃいいね。いらない。いらない、気持ち悪い。おいしいよ。どうですか、岩盤浴で食べるかき氷は。おいしいです。おいしいですか。じわっとの温めなんですけど、やっぱ実際こうカッカカッカしちゃうじゃないですか。これ長くいっちゃうな、これ。もちろん、おいしい。おいしいし、みんな喜んでくれてるからよかった。こういう幸せ、冷たいものを食べることによってまた体がじわってなんか、うん、汗をかいてるのはめっちゃわかります。うん、うん、うん、いい。俺も食べれないし。あ、僕もね、ちょっとね、寒い。ちょっと、いや、きつい。うぷうぷしてます。ちょっと出せるじゃん、初めてだよ、この感じ。なんか、得意、なんか、なんか初めての感覚です、今。うん、そうだよ。この環境のせいなのか。暑いところで冷たいの。うん、だって体があるの。そう、なってるなってる。なんかさ、暑い、冷たい、あったかいが、なんか体の中で層が出来上がってるから、ちょっと不思議な感じになってる。ほんと、汗引いてる。汗引いてる、確かに。すごい食べ物って。はいはいはい、これ本当仕込みみたいだね。でも、マジで今言われて初めて気づいた。あ、これ、そうだ、意味あるんや。汗引いてる、引いてる。こんなとこにマックスもそらそらやろ、まだ。すごいじゃん。でも、あれだよ、だからもうこの場所、渋谷ですげえ思い出すんだけどさ、2017年だよ、うん、まさに。カコちゃんが一番負けたのに。そうですね。カコちゃん負けて、で、アッポちゃんが残って、はい、ちょうどあっちの方のホテルだったよね、あの時ね。うん、渋谷のさ、あ、新南口の近くのホテルだった。そうだ。で、何やるとこ。そう、ご飯行ったのめっちゃ楽しかったっていうのを言ったことも覚えてるわけじゃない。ご飯行った、ご飯行った。夜なんか居酒屋行ったよね。居酒屋行きましたね。楽しかったって連絡して。あ、いいなって。あの時なんか、あこちゃんの話結構聞いて、で、なんか、あ、スポーツとして捉えてんだろうね、みたいな。それが、だからもう、何年前。うわー、やばい。すごいよね。あの時って、お姉ちゃんはどんなあれだったの、その気持ちっていうか、その、ショック。国内で負けてた。痛が大きかったのと、でもそのマックスに、この負けが意味あるかなと思ったのと、で、その、アコがタイに行ってる時に、一人で1キロのおにぎりを作って、測って、トライアルするっていうのをしてました。うわー、マジ、ね、え、悔しかったこと、あの亀井のあれが。そうですね、水の取り方が全然わからなくて、で、一切水分を取ってなかったので、野間口さんがその水分を取ることも重要だからね、教えてくれて、こう、口で飲んでこう、やるのを初めてその時にしました。大気持ちだね、めっちゃ、めっちゃ本当に悔しすぎて、一
1キロおにぎり作ってタイムトライアルしたうわぁ確かにでそれ見て私もさらに今はもう負けた分しっかり頑張るのも頑張るのもめっちゃ思いました懐かしい味さんはでも本当お二人はあれだねその根っこの部分変わってないねそのスポーツ選手だよね考え方が、うん、人に言い訳求めないしさこれが食べづらかったからどうもとか言わないじゃないそういうこと確かに、うん、でも本当なんかこうあいいなって思うすごく結構男みんなぐじぐじ文句言うだからやっぱりなんかこう俺の中でもさやっぱあるわけよそのスポーツとしてやってるから、うん、その負けた原因を他にも求めないしだし逆にちょっとあの食べづらくていいや余裕あるんですよって言われてイラッとするのめっちゃイラッとするそれを言い埋めるのが技術が力がないこの場合ってやばいめっちゃもっと食べれるのにいやそれが自分の力であってそれがあなたの今の力ですけどそうわかりますそんな感じコースターぶりの音量だったそういうのがあるからやっぱりなんか俺の中でやっぱこうスポーツ選手なんだなっていうなんかやっぱ嬉しいじゃん、うん、こうフードファイトっていうのをメインでやってる人がすると、うん、結局さフードファイトってお金稼げないじゃん、うん、エンタメの方が稼げるし、うん、そうだね YouTube それは間違いないテレビにも呼ばれるし、うん、だけどなんかその競技になるってなったらそういうのでやるからあなんか貴重だし、なんか、ああ、俺好きだなみたいな、すげえ、もし、ただ変わってないなと思ったら、ちょっと、ふわっとした部分も正直なるから、なんか、ふつふつと、だいぶ汗かいてきましたね、お二人とも。汗かいてきた。マックさん、さっき出ないっておっしゃってたのに、結構、汗出てますね。やっとかけ始めました。汗と汗が、ほら、マジでやって。違う、どういう世界に持っていきたいの、うん、ゴールはどこにあったの引いてるよ一気に汗かいてるんですよあもうすごいよさっき全然やったのにかけるすごいすごいかき氷のおかげなんか顔見てるからすごいほらあとなんか動かすネチャネチャ言うもんなんかねネチャネチャ ASMR を ASMR 聞くわゼリーの音みたいなやつこんなおじさんでもこんな健康的に汗かけるっていいですねですねでも気持ちいい汗かくね気持ちいい気持ちいいみんな一人一人で汗かいてもらったらこの後はご飯しっかり食べさせてもらってるんで、うん、宴会ですか宴会ですかせっかくなんでみんなちょっとお酒を飲んでやったー、はい、楽しく食べていけたらいいかなとおーす僕らはもう少しびっくりしてますカメラここまでうわ気持ちいい気持ちいい涼しい気持ちいい素晴らしい最高すぎるこれいいねどうでした溶岩浴僕韓国人だから、チンチルバ俗に言う岩盤浴っていうのはちっちゃい頃から、ね、あの入ったんですごいそんな何かこう特別なものっていうかむしろ身近なものだったんですけどでも、ね、やっぱり日本に来ててまだちょっとこう日本らしいブラッシュアップの仕方をしてて入っててやっぱ気持ちいいし何よりやっぱりみんなと入れたからすげえ楽しかったそうですやっぱり友達とか彼女とかカップルとか家族とかで来ても楽しめる場所じゃねえかなってやっぱ思ったすごいいいと思いますちなみにドラコさんにとってコンドリとは生きる源です生きる源ですはいというわけで食べ物が全部揃いました今回はですね皆さんにナポリタンを3キロずつこれだけでもう12キロでカレーが1キロずつで4キロで、ピザがほにゃほにゃといっぱいあります一人当たり大体5キロか6キロぐらいを食べてもらえたらいいかなと思っております、はい、楽しみ、美味しそうで、今回はですね、皆さんに、ね、宣言したとお酒を用意してもらったので全部お酒を飲みながら、バチバチ話をしながら、はい、楽しく食べていけたらいいかなと思っておりますおーい早速食べていきましょう乾杯乾杯久々美味しい。うん、見た目はさらにめちゃめちゃ普通のハイボールだな。美味しい。飲みやすい、飲みやすい。うん。俺カレー食おうかな。パスタ。もうカレー食べようかな。うん。全員のバラバラ行くのもろい。普通みんな
ちの感想を共有するんじゃない。いただきます。いただきます。うざっちさん、おいしい。うん、これ納豆か。そうです、これはね、揚げ納豆って言って、巾着の中に納豆と大葉を入れてるのかな。すげえ美味しい。ピザのトマトソースベースで、ピーマンとか玉ねぎがシャキシャキ、めっちゃ美味しい。なんかよかった。なんか2人がナポリタン食べてると、ダッカを思い出すわ。めっちゃ思った。ダッカさん、ダッカさん思い出すよね。ダッカさんだって、ツインズがさ、出始めた時のさ、一番の修行の場だったんじゃないの。そうですね、確かにそうだね。でも、亡くなってしまった。大食いがさ、こう、始めたタイミングで各々も違うと思うんだけどさ、さ、きっかけって何なの。きっかけ、俺、もやつのブログ見て、チャレンジメニューやりましたみたいなブログ見て、なんか分かんないけど、行ってみようと思ったのが初めて、ゼロイチ。あ、そうなの。時は、大阪で、うふげの大会の予選に入って、知って、それ出てみようって言ってたんですけど、大会から、どっちが何キロ食べられるか、シンプルに疑問になって、何キロ食べれるんだろうって、大食いとは言われてるけど、で、大会の後ろに出たのがきっかけですね。それは何年 ?15年から、26歳の時。え、15年出てるの。俺15年、デビュー15年だよ。あ、じゃあ何、予選デビューは一緒なの。ここ2人、ここ3人で一緒なのかな。カレンちゃんとか、え、大阪って川崎だったやつ、あ、2年かけての1個前、あ、女王戦で私は知ってた、その年の女王戦のやつです、多分。その前、先輩だじゃん、俺も先輩よ。今分かったんすけど。先輩、大食い出て一番先輩、僕は。そう、なんか、もやつのブログ行って結構案外簡単にくらいできて、あれみたいな、ちょっとレベル上げて、当時ね、俺、すんげえ覚えてるよ。まず俺と油、あ、俺と油だっけ、有塚の前の店、あった、水道橋の、あった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 、そこ行って、その次に両国の磐梯山かな、餃子のやつある。おお、やった、僕のことある。今あるか分かんないけど、荻窪にあけぼのステーキってあって、懐かしいね。あけぼののやつ、なんか賞金2万円もらえるやつとかあった、そこ行ったりとかっていうと、あとあれだよ、中野にまだあったゴールドカレー、懐かしいね、やっぱ世代が一緒だと。あれはデビューした後だっけ、デビルスバーガーみたいなやつ。デビルスバーガー、ハンバーガーの5分か何回食べて賞金1万とか5万、10万だっけ、マックスのやつ。ラッツは、阿佐ヶ谷かどうかやった。そうなんか俺、ドラゴン君とそれやり取りしたよね。やった、今だから言える話だよ。僕の前日にマックスが行ってて、でもその情報何かでも聞きつけて、マックスに全力出さないでくれって僕お願いして、要はそのなんか早食いの記録を更新したら賞金みたいな。そう結構高額なのよ。5万とか10万とか5万とかかな、確か。で、もマックス本気出したら絶対勝てないから、なんとか、その何とかしてくれって言って、で、懐かしい。もうそんなのやりながら俺は半年ぐらいで応募したのかな、確かに、大食い用のだったと思う、多分。すごい、お寿司の場合が衝撃すぎて、記録更新して。でもあれ、今だから言える話だけど、30分じゃない、で、予選 A 組と B 組で、 A 組、檜山先生が83皿出して30分で、で、なんか分かんないんだけど食べたら食べれて、で、84食べた時にもう勝ち確じゃん、周りないから食べてる人それ以上、で、よかった、もう無理って終わったんだけど、残り10分ぐらいあったさ、でまだ時間あんじゃんってなって、あんじゃんってなるし、しかも周り誰も食ってないから、もうね、手が止めれないし自分しか映らないんですよ。そうだって、何もしなくても勝手に見たこともないような大きいカメラ持った人が3人ぐらい全員食べてるんだって、なんなら伊手さんもみたいななってんのよ、で、多分あの人一番偉いんだろうなみたいな人もなんかこんななって見てる、なんだこの空間みたいな、あれこれ食わなきゃいけないのかなって素人ながらに感じたんだよね、空気を。
じゃなんかイケイケみたいな感じになって現場も、うんうん、でなんかどっかからジャイアント城田さんの記録がみたいな、うん、何皿ですかみたいな、30分で100皿ですみたいな目指さざるを得ないじゃん。そうだよね。でも結果それで クリアできたんだけど、あれがあったから今の俺があるなと思う。あの流れがあるから。あの流れなかったら城田さんの記録も超えてないし、多分城田さんからマックスさんももらってないし、ただの鈴木孝真さんがもらったもんね。実際さ戦ってて思うけどさ、うん、レベルのヤバすぎる年と、うん、まあ、そこまでって言ったらあれだけどっていう差はあるよね。あるあるある。だからやっぱなんか出れる人って俺らのもあるだけど、やっぱタイミングとかいろいろあるな、あるような気がする。絶対ある。あるよね。ある。あるよね。絶対。すごい失礼な話だけどさ、例えばじゃあマックスがデビューせんかったら、下手したらじゃあ僕が優勝できてたかもしれない年とかもあったわけだし。そういうこと、そういうこと、本当そういうこと。やっぱりタイミングと、ね、誰がデビューしたとかね。本当タイミング。どなたのきっかけも違うの。僕は完全に動画先行だし、うん、そもそも YouTube をやるつもりもなかったし、大食いやるつもりもなかったから、だから友達といたずらに二郎行ってみようぜって言って、ラーメン二郎。ラーメン二郎行って、食べて、もう、そしたら、ラーメン大の全マシマシが食べれたぐらいのレベルだったんですよ、でもそれを YouTube に上げたら、増えるんだったら、もうチャレンジ目に行けるんじゃねみたいなの言われて、知らん名前ばっかりだったから、調べたら、賞金1万円とか。5000円とか3万円とか、大学生やったからさ、稼げるってなって、で、まあそれでやって、ちょっとやってて、でも飽きたからやめようかなと思ったら、まあ、いわゆる師匠という呼ばれてる人にちょっと出会うきっかけがあって、で、その時にでも、もうドラちゃんやんなきゃダメってよく言われて、あ、はいって言って、もう気づいたら、まあ、あの大行出てくれって視聴者に言われて、出てっていうのがこのスタートラインだったから。それドラゴンがその節目節目でそういう選択したじゃん、あこここちゃんとその仕事とその大食い YouTuber とのこう、なんていうんだろう、時系列っていうか、どういう感じなの、そのなんか働くで働かないんじゃないか。大会に出て何歳で26歳の6で新人戦とかを勝って、で混合戦とか経験して、でテレビ出るうちに YouTube しないんですかとかやらないんですかっていうのを、いただいてから、そこからやるようになって、でその時も二子道具行っていなかったし、大食いもなんかこんなに多くなかったじゃないですか、なんかもう爆発的に再生数が良かった、バーって行って、25万人超覚えてる。アコカコ無双時代あったね。ライブしちゃうすごい来るし、数十万再生もバンバンバンって燃えてっていう、なんか登録者数より再生回数も多いっていう、わけわからない現象が来てて、いやそれであれこれなら YouTube 一本でいけるかなってなって変えました。でもその中境目を言った先生のマックスさんもやめるやめるの、2015大食いデビューして、借金が数百万あったから、大食いで勝っても100万じゃん、気が誰だけど、数百万残ってるじゃん、当然働くじゃん、で俺もともと水商売ずっとやってたから、あの雇われね、2016年また今年もやりますと、分かりました行くじゃん、でまさか想定してない自分の負けっていう、卵1個で負ける檜山先生にっていう、それを味わった時に、大食いって結局1位かそれ以外かっていう世界だから、そうなんだよ、もう価値がないんだよね、言ったら言い方あれだけど、タイトルあるかないかっていうわけだから、そういう系のちょっとしかなかったなりにもあった仕事もなくなってみたいな、でどん底の時に嫁さんと出会って、で結婚して、で結婚して俺マジひどかったのよ、何プロポーズで結婚したんだけど、嫁さん14個したね、ハニコさん、借金数百万あるの知ってて、逆プロポーズで結婚させてもらったんだけど、週5ぐらいで近所のキャバクラで 1日5時間ぐらいのバイトをしたんだけど、それすらもサボるみたいな、やばいな。結婚してる旦那の給料5万いかないんですよ、やばいじゃないですか、クス継続中みたいなんですよ。すげえな。そんな中2017年の話が出て、けど俺聞いたもんね、トレーニングこんぐらいかかるみたいな、仕事したい、できなくなるから、お給料もなくなるけどいいみたいな、じゃあこの大会で
優勝できない場合、うん、大食いや金輪際やめるって約束できるんだったら出ていいんだろう。あの年ってそうだったんだ。でも俺からしたらそんなもうありがとうしかないみたいな、あいいんだそれでみたいな、うん、一瞬考えてやっぱり大食いね、うん、はあの初めてそんな 2,3 年の頃だから楽しいし、うん、だけどもう出させてもらえるんなら俺が勝つには人生で道を開くにはあのタイトル取り戻す以外ないと思ってたから、うん、それに唯一初めて自信がない人生で大食い2015年勝って人からわーってなって自分が初めて自信を持てるものができたっていうのがあったから取り返したいと思ったし、うん、ありがとうって。そしたらそれで優勝してっていうので全部運気変わってそこからじゃ YouTube も始めてみようかなってバーってなった感じ、いや今に至る、あるよな。でもそういうやっぱ今になって言えるけどみたいな話を聞くとなんかもちろん負けたことはもちろん悔しいし、なんだろう、でもなんか負けたおかげでマックスがこの業界に今いてくれてるって思うと意味のある負けだったのかなってちょっと思う。あ、うん、本当にその決勝の現場に戦った張本人だからね、このメンバーはそういうメンバーだから。そうだね、高校時だから あの試合俺10歳勝ってたよ、あの大会、うん、マジで、あれ勝ってなかったら俺ここいないから絶対ね、断言できる。泣きましたもん。うん、泣いたと思う。泣いたはずで。しかも、なんだろうな、現場どっちかっていうと、なんかもちろんさ、あの番組にやらせるとかないんだけど、うん、ただそのスタッフの意向みたいなちょっと見え隠れするときがあるじゃん、うん、こうしてくれたら嬉しいなっていう意向がちょっとあるじゃん、うん、っていうときに今日お酒入ってますからね。そうね。あれですか。でもそれはあくまででも、どんな番組にもそれはあるから、まあ、あれだね。ってなったときに、やっぱり勝負だからね、うん、マックスにじゃあ絶対優勝してもらいたいかっていうとそういう空気でもやっぱなかったのかな。あの代表は違った、うん、そうだよね、うん、と思う。これは新しい新体制みたいな感じで出てきて、うん、ちょっと対決みたいな感じで、そっちにやっぱ風向きは圧倒的に強かった印象はあったかな、今振り返っても。あの時予選からもう俺とラスカルとねドラゴンみんなバチバチだったでしょ。すげえ刺激的な年だったよあれ。レベルめっちゃ高かった、うん、高かったよ、ね、レベルやん、うん、レベル高かったんだけど、なんかあれだもん、だからその東京予選でぶつかった3人がまた決勝で当たって、しかも全員が動画で一番やったであろう二郎系が決勝で当たってきた、すごいなんかこう二郎系なんやっていう、なんか数奇な運命というか、ね、面白い試合になって、あ、そうやばかったって言いだもん、ね、船の上でやったから全然空気じゃなくてて、ああ、あの時なんか違う、あのマーケットみたいな感じの、なんか、うん、マックもそう、うん、めちゃくちゃ暑そうやった、水上マーケットみたいなね、うん、あれ、なんか前日なんか話したりしたの僕たち、うん、あの、だから、もう今だからね、今だからの話ね、まあ、それに時効でしょ、時効の話だよ、さすがに、あの、もう、僕と、いや、動画面白くするねいいね僕とラスカルが当時の M プロデューサーに呼び出されて、そうなんや、2人はなんか作戦あるのって言われて、まあ、そこまで求めてないこのままで求めてないえ、じゃあいや僕はもうあの、まあ、いつも試合通りぶっ飛ばしてやっていこうと思って、あ、俺もですって言われて、それじゃあね、マックスに勝てないって言われて、うん、じゃあ、あのラスカルにはもうこういうふうに戦いなさい、で僕にもこういうふうに戦いなさい、うん、そしたら勝てるかもしれないから、うん、でも逆にやらなかったら絶対勝てないからっていうふうに、ん、もう念押しされて、うん、でそうやったんや。あの時ラスカルは3倍差を1回つけて、うん、めっちゃぶっ飛ばしたよね。一般的な試合決勝だったらもう絶対勝てない域まで行ったのに、うん、まさかのマックスがめくるっていう、うん、それの試合のポイントは2016年の負けなんだよ。なんかそうなんだな。結局俺檜山先生と何やらペースを乱されて、うん、自分の力が発揮できず負けたっていう負けがあったから、うん、そっから1年、うん、だからラスカルがぶっ飛ばそうが自分がペース乱そうなんて1ミリも思わなかった。そこに関しては自信があった。すごいな。1年間だってそのためだけに頑張った1年間そうだ、忘れたくて忘れらんねえ、あの悔しさ。いまだにそう、卵1個ってえげつないよな。いまだに忘れられない、あの負けは。悔しさ、うーん、それが後押ししたんだと思う、あの大会は。ある程度何杯とか何分で食べようとか
人は計算する派ですか？僕は計算することにした。うーん、何することにした？なんかもう専攻課題食べるのはもうやめることにしたから僕は。で今年出て感覚が少しつかめたから、うん、来年まだ出してくれるんだったら僕はちゃんともう勝ちに今の戦い方をちゃんと自分のものにして、うん、だからマックス逆にどうするの？出るの、うん、もうだって2年3年出てないじゃん。まあ正直まあこういうことはあれだけど、まあ、家庭の事情次第かなってことはね。まあそれはもちろんね、うん、ただその本人の意向として出る気はあるのよまだ。もちろん、うん、じゃなかったらやる意味ないよ。そうね。じゃあまあその家庭的何か大きな問題とかなければ来年は出る。うん、もちろん。テレ東さん出るって、うん、もちろん出たい出たい出たい。もうだってなんかわかんない、2016、17年あたりの人たちってマックスおらんと弱いよみんな。そうだよね。どうだろう。だって今年もって17年組全員1回戦で負けてるから。負けてる。ぴったり言ってよ。いや、大将がいないからさ。うん、投資みたい。うん、それで言うと、2010、それこそこのメンバーの大会の時も、うん、俺のデビューの2015年のメンバーみんな負けたからね。あ、一人もいなかった、準決勝の時点で。ほら。誰もいねえじゃん、と思いながら。燃やず負けたし。ほら。まあ、誰もいねえ。なんか繋がっとるのかな。あるかもしれないね。ちなみに質問していいですか？はい、皆さんなんかピザから攻めてたじゃないですか、うん、食べてるの。なんかその大食いのセオリー的なものでなんかあるんですか？なんかなんでみんなピザなんだろう、先に攻めてるのかって。鋭いですね。鋭いですね。僕は理由があります。はい、多分僕とマックスは理由一緒です。関係だと歯ごたえがお米とかよりもあるので、うん、後半はやっぱ青じから疲れるかなって思います。早めに食べた方が美味しく食べれる。そういうことですね。その中で言うと多分一番カレーが後まで残ってても食べやすい。あ、うん、うん、間違いない、それは、うん、みんな何も考えず多分それをもう頭の中で組み立ててやってるから、うん、今までさ、公式の試合中に一番やばいと思ったことない、うん、これやべえと思った瞬間、あ、食べちゃう。9.4 キロ食べた気がして、もう初めて満腹になって、今までだったら、どうやったら日本人まで満腹できるんだろうみたいな感じだったのが、うん、もう食べやすさもあって、強い人いっぱいいて、でも過去が本戦決まってて、うん、もう2人で絶対に出たら私でも負けられないっていう状況で、めちゃめちゃ追い詰められてて、プラスで周りもどんどん食べてて、初めて満腹になって。あ、もう無理だ。もう無理だ、もう食べられない。ここまでいっぱいになっちゃう。ほんとここまで行ったのが、もうやばいって思いました。その時どうしたの？どっから食べれなかったのか。ほんとに。上にもパンパンって、これ以上、あと1秒でもなかったらもう無理だったと思うぐらい。キワ表面張力が。でもこれ、それ、だからおにぎりとかですか、ね、その絶対に同じ食べ物が出続けるって、なんか固定概念で思ってたので、まさか4種類が違うその食感が出てくると思ってなかったので、食べ方が分からなすぎて、このマックスさんとドラちゃんのカニが、え、なんでそんなに早く食べられるんだろう、意味が分からなすぎて、食べながら、ガガガガガ、どうやって食べたら、めっちゃ、一人だけ習慣を作れるんだから、本当に無理で、マリオカートじゃねえか、習慣遅れ。それがもうすごい印象的で、もうピンチで、何も、かもう解消、ピンチが解消ず終わったの。会場できずのパターンだったのかな。僕、やばいっていうかメンタル的にほぼ折れた瞬間が一回あって、もうここに張本人がいるから初めて面と向かって話ができるんだけど、それこそ2017だっけ、の時の準決勝の時に煮卵、そう、なんか豚骨ライスみたいなのがあって、戦場のね、そう、あの時がだからもうラスカルとマックスはもう勝ち抜け決まってる、で、2人が戦ってる、そうだ、ここがってなって、ここが左右で角同士だったので、しかも、もう僕は明らかに見て分かったんだけど、もうこっち側にカメラの台数も多いし、もう、もやさんもこっちにいるし、スタッフもほぼこっちに全員もう固まってて、アウェーみたいになってんだ、もう、ね、
まあ、正直もう勝たせたいっていう空気をすごいひしひしと感じてて、もうそういう意味でのやばいです。もうメンタル的にこうパッてこう疲れて一瞬前を見た瞬間にもう目の前にスタッフがいないっていう状況に対してのメンタルのダメージがすごくて、あ、これってそういうことなんて思った時に、でもその時にその M プロデューサーが来て一言だけアドバイスしてくれて、あのこの一杯だけ何分食べなさいって言われて、そうしたら残り時間的に絶対追いつけないからって言われて、もうそれだけもう忠実に守ってやったらなんとか勝てて、ぶっちゃけるね、早かったのと、いやもうそうそう、この一杯まあ時効だから。でもそれともさ、今プロデューサーマジですごいよね。あの人はすごい、だって見てる年数がやっぱ違うからね、特にそのプレイヤーに一番近いポジションで見てくれてるし、スタッフさんもすごい、うん、食べとるだったらね、休養所部からこっちこれだけ食べる、なんか橋本さんが、うん、めっちゃなんかアコのと応援してくれとって、うん、常にそのこう見てるじゃないですか、見えたら、うん、私にアドバイスして行ってきて、アコちゃんに連れてきて早くみたいな感じで、タイの時にバラバラになって、そのタイの時も多分その、アドちゃんを勝たせたいみたいな動きが強くて、ドラちゃんのやつは私は準、タイに行って、1回目で、うん、もうカメラがアドちゃんの方で、タイヤが両足が、両足でどっちが登るかみたいな、ウルトラぶっちゃけ返しね、これどこまで動画使えるか分かんないですけどね、エヴプロデューサー勝手にアドちゃんの方でも私もう空気みたいになった時に橋本さんが いい感じの勝負だから、低の勝負だから先思い食べて、お肉ごめん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 、見えない同士が一番怖いんだよね。今もやしドルドル食べてるからって知らせに行ってくれるのがスタッフかって言う、うん、これもすごい、すげえ世界だよな。これ2015年の、うん、デビューした時にあの世界戦の行くって決まったのはその2015年の決勝の日の打ち上げだったの。うん、今年も世界戦やりますとか言って打ち上げの時、うわーってなって、代表誰誰誰誰、そしてマックス鈴木とか言われて、めちゃくちゃ嬉しくて、でその流れで行くじゃない、世界戦行きました、アメリカに。一回戦でイギリスのリアって女の子、リーダー、シシカバブみたいな、なんかこう、外国の長い役所みたいな、あったんだよ。で、俺、開始5分で顎行っちゃって、動かなかった。デビュー、世界戦デビューの初戦で俺終わったなと思って、でもどうにかしなきゃいけないじゃん、気づいたら前歯でこうやって噛んでたの、で結局焦りすぎて奥歯で噛んで、奥歯で噛み続けると顎ってすぐ行くじゃん、そうだね、でも前歯って意外といけるんだよね、いけるじゃん、でパクパク食べてる時に、あ、これがあのハムスター食いかと思って、すごい、それで戦いの中で成長していくんだよ、本当にそこでハムスター食いを得得してって言ったらなんかちょっとゲームっぽいけど、なんかそういう感じだったね。俺はそれが一番のピンチだった、大食いの試合中の。確かにでかいな、そのピンチは。あれ小寄りだからよかったけど、わざわざニューヨークまで行って世界からいろんな人集めて初戦でこれかよみたいな、いや一番やっちゃいけないパターンだよね、やっちゃいけない。でもそう考えると逆にプレッシャーがあったからこれだろうかな。確かにね、ただやっぱあれだな、もうマックスには負けてもらいたくないな。もうどの試合でも困るわ、負けてもらったのは。でも実際問題、こっからモチベーション持っていくのって相当労力出るね。そうでしょ、もう育児のが楽しいもん俺。やめろ大会って常に緊張しますか、2人とも。ん？大会って常に緊張しますか、2人とも。緊張した試合、あれだよ、亀井戸のやつ。まさに。あれは一番緊張した。
対ここは負けちゃいけない試合だとは思ってたから、うんうんうん、試合前泣きそうになった。そうなんや、やりたくなさすぎて。みんなすごい集中しとったよ、うん、それぞれ。うん、あのやっぱあの時のピリピリ具合はエグかったと思うよ。ドキちゃんが強かった、うん、一番今までで、うん、ピリピリだったね。俺それで言うと、うん、試合に行く前までのトレーニングが一番緊張する、うん、結局試合ってさ、答え合わせなんだよね。あ、要はそのどこに目標を持ってるかと思うんだけど、ほぼほぼの人がやっぱ優勝に目標を定めると思う。だってこれだけやれば優勝できるっていう体を作っていくから、うん、その試合っていうよりもトレーニングの方がよっぽど緊張する。あ、なるほどね。すごいよ、すごい。目指す人とかっていいの？え、マックス俺？マジで？そのリアクションなんていうのわかんないよ。非常にそれは大変だったら多いんです。なんかさ、正直、まあ、僕はずっとスポーツやってた人間だから特に思うけど、強いけどこの人目指してもしょうがないよなっていう人と、確かに歴代に見たらこの人は確かに1位じゃないかもしれないけど、この人を目指した方がこう意味があるっていう、やっぱその2つがあると思うから。だから分かんない、歴代の全選手で見たら確かにマックスよりも強い選手はいたかもしれないけど、マックスを目指すというかマックスを倒すことに意味があるというか、今現行の中でマックスより強い人ももちろんいるけど、でもこの人たちに勝っても僕には意味がないから、因縁もないし、勝っても別にストーリーとか何の価値もないから。だから例えば戦い、例えばガオーとか通してそうだし、戦わませんかって言われても、そのぶっ倒してやるとはあまりならない、うん、意味がないというか、自分の中でね。そう、僕の中でね。それはある。もちろん全力は出すけど、意地になっても戦いにはいかないですか。なるほど。二人は？私は菅原さん、菅原さんでもガンジラさん、うん、菅原さん、アンジラさん、なんか不思議なのが、アンジェラさんがすごい精神的に弱いで自分でおっしゃってるじゃないですか、うん、でメンタル制御されるみたいな、うん、それがあってもこの前のその、うん、一番新しいステーキで1位抜けるかわからないってどうしようって言ってるのに、普通に30分で5キロ食べててステーキを走りながら、だからもう、そう、メンタル以前にシンプルな強すぎて、もっと自信がない私が言うのもないやけど、絶対もっと自信持った方がいいのにって思うぐらいの、もう異常な強さ。なるほど。ステーキをこう丸かじりできるぐらい強靭な顎力が欲しい。あの人の顎やばいよね。本当にこの人の顎。どれで？あ、でもこんなもんなんですね、まだ。まあ1時間。体タバコ起こしてるわけです。小休憩いきます？あ、みんな食べていいっすよ。僕タバコ吸っていい。お、ケツ何時ですか？ケツはないです、大丈夫です。じゃあ映像を見た後にこんな話してたんだってみたいな面白い話をね。あ、そうそうそう。ね、まあまあ、後で知りたいから。面白い、爆笑話。ちょっとドラゴンの人に話したら過去話しようか。ちょっとドラゴが帰ってくるまで大食いを受けて
この時間だけ、うん、確かにガチな感じでドラゴン帰ってきたらガチャってきたら終わりね、うん、よしスタート。誰も喋んなくなっちゃいましたね。マジホントやってるんで。ダメー！そうですよね。ダメー！ダメー！ダメカラスだよ。
よくわかんない、よくわかんない、よくわかんない。早く食べて。あのほらもう、ほらもう、ほらもう、ケツがさ、ほら、みんなあるから。ダメだったら、僕一人残って食べるからいい。え、そんな給食食いないですか、最後まで。恐ろしい時間も食べなきゃいけないでしょ。別にナポリタン食べてもいいんだけどな。食べて。ちょっと走るよそれ。分ける。ちなみに今回お茶の方を利用させてもらったんですけど、テロップにも書いてますけどね、あ、一応1時間で、ね、1980円で、結構リーズナブルに使いやすいし、それ以降も1分22円かな。今回は1人2時間ぐらいここから利用させてもらったんですけど、だいたい1人当たり3300円で、この場所で、この場所で大金山で2時間行って、しかも今回はね、一応まだ今日までは、まあ、食べ放題、飲み放題だったので、今日食べちゃうものが全部無料なので、ただまあ今、公開している時点では、多分値段改定されているので、各サイトに、公式アカウントがチェックしてもらえればと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、T シャツ、パーカーも出てるから、買ってくださいね。やばいね。セレブです、みんな来てくれてありがとうございます。というわけで、これで以上かな。はい、以上。なります。で、本日もご視聴いただきありがとうございました。この時間はドラゴンとアガトズリーズとマックス鈴木でお送りいたしました。また次回お会いいたしましょう。さよなら、バイ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 、またチャンネルを僕から以上。